皆さんこんにちは本日ナイト証券7110マーケット,トデイの担当を務めます投資調査部のコウと申しますよろしくお願いいたします早速ですが今日の話はご覧のとおり三点となっておりますえすなわち中国株式市場の動向中国株の紹介 今後の経済カレンダーですまずは第一部分の中国株式市場の動向を説明いたします次のスライドで香港ハンセント本土 CIS300、SI、株価指数の制御をご覧ください 中国株式市場は4月中旬から5月上旬半ば頃にかけて政府による追加金融緩和と財政出動の期待や流入した海外投資マネーの急増などを背景に幅広い銘柄に買いが入りました。このため、試合祭300指数は4月29日まで4営業日続伸し、節目の3600ポイントを回復。 4月の欠陥上昇率が1.9%でした。反面、反戦ンン指数は4月22日から5月6日にかけて指数は10営業日続伸と一本調子で上け幅を広げました。4月24日は終わり値で1万7000ポイントをさらに5月2日は約6か月半。 ブリーに1万8000ポイントをも回復しました。ハンセン指数の4月の月間上昇率は7.4%でした。続く5月上旬半ばから同月中旬にかけてアメリカの対中増加関税制裁などが 嫌気されまして、本土市場では、試合際三百指数が三千六百ポイントと。三千七百ポイントに挟まれたレンジで推移する、ボックス券相場でした。しかし、中国政府が十七日、三本の矢と呼ばれる不動産市場向けの複数の。救済策を発表したことが材料視されまして。同指数が発芽にかけて、三営業日促進しました。 これらを背景に反戦ンン指数が7日以降は一定のスピード調整を経て9日から20日にかけて再び上昇軌道に入りました。特に13日は約9ヶ月ぶりに終わりにで1万9,000ポイントを回復しました。 その背景としては当局による香港市場の活性化策検討への期待が大きい方ほか国内不動産業に対する追加救援策や長長期特別国債が17日に発行開始したことなども公感されました。 しかし下旬に入りますと本土と香港両市場はそれで再び調整局面に入りましたアメリカリサ撃退の後退や中東情勢の不透明化などに加えまして電気自動車や半導体などの戦略的分野をめくる米中対立激化への懸念も相場の重荷でした。 こうした中5月では反戦指数の月間上昇率は1.8%でしたけれども試合3三百指数が0.7%下落しました一方6月に入りアメリカ金融引き締め懸念の後退に加えまして在新中国製造業 PMI の上振れも交換され両指数は反発し 昨日まで続進しました特に CISI300 指数が 4AQOP ぶりに終わりに得て3600ポイントを回復しましたまた本日発表された5月の在新中国サービス業ピアマイは54.0です交付局判断の境目となる50を上回って10ヶ月ぶりの後世順でした 続きまして本日の中国株を紹介いたします今回の紹介目からは才能トラックです具体的には次のスライドをご覧くださいこの企業は中国国有系の大手トラックメーカーです親会社は三藤省政府計算課の中国中経記者集団です 高価などのブランドで各種のトラックを開発生産しております。特に大型トラックでは国内トップクラスの使用アを誇ります。昨年通期の事業別売上高構成費については大型トラックが約87.5%中小型トラックが約10.3% 自動車ファイナンスが約1.4%、エンジンが約0.7%です。また、この企業の足元の業績について、昨年通期は大幅な増収・増期増配を達成しました。売上高は前年比44%増、純利益で同3.2倍に増加しました。 えー、そして1株当たりの配当は同3.3倍の0.965減に増加し、計量遅比は今年7月5日です。 具体的には中核のトラック事業は同46%増収を確保しましたコロナ後の経済活動正常化による国内トラック市場の改善や海外市場の需要回復を背景に主力の大型トラックの売上高が同50%増と全体の業績を牽引しましたそして中小型トラックも2桁増収を 確保しましまたなお海外事業も好調を続けました続きまして今後の注目点について一つは今年も安定成長を見込むことです。業界団体によりますと14月の大型トラックの出荷台数は約35.5万台で前年同期比9.4%増加しました。 宇宙同動車の出荷台数は同12.7%増となり天然ガストラックなどの出荷拡大を受けまして出荷台数ベースの業界ェアが28.2%と国内周囲の差を維持しております。2つ目の注目ポイントはシエネトラックを含むハイエンド製品の生産に注力することですね。 現在はこの分野でバッテリー式やハイブリッド清掃燃料電池の三大駆動方式の研究開発を推進しております。三つ目の注目ポイントは同社における各種の新エネルギートラックプラットフォームの構築です。 今年1月には独自の CNN トラックプラットフォーム技術に基づいて大型と中小型のトラックプラットフォームを構築したと,と発表しました今後はこれらの活用による CNN トラックの開発効率向上が見込まれます また株価動向について、足元の株価は52週高値より約2割安くなっております。経済環境の改善や今後の成長性などを踏まえまして、株価には反発余地がありそうです。 続きまして最後の部分ですが今後の経済カレンダーを紹介いたします本日から今月11日までの重要なスケジュールはご覧のとおりとなっております。 本日発表された最新中国サービス業 PMI は先ほどの指標解説で触れました。これに加えまして7日の貿易統計と外貨準備高9日のマネーサプライがより注目され市場に影響を与えますので注意を払う必要があります。それでは本日のマーケットトーディは以上となります。ありがとうございました。